こんにちは、アットセブンティーンの鹿島です。今日はですね、私が毎週月曜日に放送しているアットセブンティーンのアップデートフォーミーっていうラジオ、まあカシラジって結構略してるんですけど、そのカシラジの収録にこれから行きたいと思います。今日もいっぱい喋るぞ。おー、行ってきます。イエーイ。スタジオに到着したらそのままブースに入ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。その後すぐに収録の前にディレクターの渡辺さんと打ち合わせをします。ラジオは毎回2本分収録するので、それぞれの回の流れを頭からおさらいしていきます。台本は前日までには送られてくるので、あらかじめ流れは頭に入れて話すこともざっくり考えてきます。あとは打ち合わせで大事なこととか忘れそうなことがあれば軽くメモしたりしてます。私がもう 今に至るまでずっと昔から見てる忍たま乱太郎は、まあ、結構これも何回かライブとかで行ったことあるんですけど、はい、忍たま乱太郎はもう小さい時から今も毎日録画してるっていう。今回の収録ではおすすめのアニメを紹介するというコーナーがあったので、紹介する作品も決めていきます。すごい渡辺さんに語ってるんですけど、忍たま乱太郎は昔から大好きです。打ち合わせは渡辺さんとアッセブの妖精さんと雑談混じりでゆるくできて結構楽しいです。じゃあクリーピーナッツさんにしようかな。いいじゃん。ナッツさんのどれにしよう。上演男優賞にしよう、はい、ラジオ中で流す曲も自分で決めてるので、好きな曲を流してもらってます。おはようございます。おはようございます。ミカです。アットセブンティーンの鹿島と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。今回はゲストとしてシンガーのふみかさんにお越しいただきました。ゲストさんがいるときはゲストさんも一緒に打ち合わせをします。ゲストの方の情報は前もって調べるようにしてます。だいたいアーティストの方が多いので、その方の曲を聴いたりミュージックビデオを見たりできる限り調べて、その収録中のお話につなげられるように準備してます。私はとにかく人見知りで、初対面の方とは緊張してうまく喋れなかったりするので、失礼のないように言葉遣いとか態度とか特に気をつけてます。ただ毎回ゲストの方が本当にお優しい方ばっかりなので、 MC の私の方がだいぶ助けられてますね。アットセブンティーンの鹿島がお送りしているアットセブンティーンのアップデートフォーミー。さあ、ここからはゲストのコーナーです。お名前を教えてください。ふみかです。ご職業は？歌うたいです。ご趣味は？まずはゲストのコーナーから取り始めます。冒頭でゲストさんに質問攻めをするところから始まります。前もって回答は聞いてないので、その場で答えてもらったことを台本に殴り書きしてます。ふみかさんは小柄で落ち着いた話し方でとっても癒される方でした。それでいて気さくで本当にいろんなお話をしてくださいました。ちょっと大人の事情で音が流せなくて非常に残念なのですが、この日はふみかさんに生で歌っていただきました。もうとにかくふみかさんの歌唱力に圧倒されたっていうのと、この曲が本当にいい曲すぎて聴いてる途中でガチで涙出てきました。その後もふみかさんの YouTube チャンネルに上げてるウクレレの弾き語りのお話だったり、ライブで緊張する時のアドバイスなんかも教えてくれました。今夜のゲストはシンガーのふみかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アットセブンティーンのアップデートフォーミー、ここまでのお相手は鹿島でした。それでは皆さん、ゲストさんの収録が終わったらエンディングを取ります。はい、じゃあオープニングに戻りますね。レディオベリーをお聞きの皆様、こんばんは。アットセブンティーンの鹿島です。この日は最後にオープニングトークを撮りました。撮る順番はその日によって変わります。ちょうどこの今収録してる時期が6月の上旬なんですけど、レディオベリーをお聞きの皆様、こんばんは。アットセブンティーンの鹿島です。これは見ておけ、鹿島的神アニメ。2本目の収録では私が思う神アニメを紹介しました。カシラジでは自分の好きなものとかアッセブのこととか割と自由に話せるので、いつも気楽に喋らせてもらってます。
こちらです。忍たま乱太郎。私の推しメンキャラがいるんですけど、その推しキャラは6年生で体育委員会の委員長をやってるんですけど、七松小平太っていう名前の6年生のキャラクターがいて、あとこの時の回ですごい現れてるんですけど、私好きなことになるといつもより早口になるっていう癖があるので、この時の回も結構ベラベラベラって喋ってて、なんか客観的に見るとすごい気持ち悪いですね。私やだ私はプレゼンがすごく苦手で、もう必ずだいたいあらかじめスマホに何を言うかメモしてきますね。簡単にメイドとしてのこう名前を決めるときに5個ぐらい候補出してくれって言われたんですよ。でそのうちの一つで、多分私第一希望で七松って出した気がするんですよねメイド名で。だからもしかしたら私鹿島じゃなくて七松だったかもしれないです。スタッフさんの顔も見えるので安心してリラックスしながら収録させてもらってます。ということで、番組では皆さんからの感想や応援メッセージを募集しています。ウェブサイト JFN パークのメッセージ応募フォームから送ることができます。アットセブンティーンのアップデートフォーミー。ここまでのお相手は鹿島でした。それでは皆さん、また来週。バイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということでこれで鹿島のラジオルーティーンは終わりになるんですが、ラジオのいいこのやらせていただいてて本当にありがたいなって思うことは、普段普通に過ごしてたら絶対こうお話しすることのないようなゲストの方が来ていただいて、いろんなお話を聞けるところは本当に勉強にもなるし、で今日みたいに生演奏とかも聞けるってなるとね、本当に貴重な、でなんかありがたい体験を経験させていただいてるなと思います。ぜひ毎週月曜日8時から8時半30分でやってるので、ぜひ聞いてください。それではこの動画楽しんでいただけた方、ぜひコメント、高評価、いいね、チャンネル登録、全部お願いします。ありがとうございました。それでは、アットセブンティーンの鹿島でした。ありがとうございます。バイバーイ。